こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は NHK 大河ドラマ帝王の娘スベクヒャンの第49話から第60話のあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。帝王の娘スベクヒャン第49話のあらすじは以下の通りです。マックムはソルランに名前を呼ばれ、思わず道を引き返します。ソルランはチェファの無実の罪を晴らそうとしている役人だと嘘をつき、マックムに真実を話すよう促します。マックムはソルランにカリムに行くことを頼みます。カリムに向かう途中、マックムとソルランはクチョンとすれ違いますが、気づかずに通り過ぎてしまいます。一方、チンム公は王宮へ向かい、無量王に伴侶を早く見つけるよう頼みます。これはスベクヒャンとの関係を油断させるための戦略です。その後、スベクヒャンの元を訪れ、マックムの居場所が分かったことを伝えます。ナウンはならず者たちを訪ね、スベクヒャンがソルランの追跡を命じたことを知ります。ソルランは、カリム城が焼き払われた時、チェファは身ごもっていたことを知ります。マックムはチェファの大切な秘密が木の下で眠っていると言い、穴を掘り、箱を取り出します。箱の中からは赤ちゃんの産着が出てきます。マックムはこの産着がチェファの秘密だと言います。ソルランは震えながら、その子が生きていれば21歳になっていたはずだと気づきます。ウネ王妃ハムリョン王がスベクヒャンを寵愛する理由に納得し、王女に優しくすると言います。ソルランは父さんは母さんの命の恩人なのね。火の海から母さんを救った。私も救ってくれたのね。私の父さんは一人だけとクチョンへの愛をかみしめます。そして自分がスベクヒャンであること、そして母のこと、自分の出生に関する真実を知ったことに心を痛めます。このエピソードは登場人物たちの複雑な感情や身分の違いによる恋愛の障害。そして権力と愛情の間で揺れ動く人々の心理を書いています。愛と野望が交錯する宮廷ドラマの魅力が詰まった話ですね。帝王の娘スベクヒャン第50話のあらすじは以下の通りです。すべての真実を知ったソルランは王宮に戻ります。スベクヒャンは姉がマックムから何を聞いたのか気になって王妃の部屋で待ちます。ソルランは産着を見せながら真実をスベクヒャンに告げます。ソルヒが王女であることは母が不貞を犯したことを意味します。ソルランは自分の欲のために両親を辱めるのはやめるよう訴えますが、スベクヒャンは彼女の夢をバカにしないでほしいと反発します。彼女の夢は絹、指輪、大きな矢です。ソルヒは夢を叶えるために両親を裏切り、姉を陥れ、王様まで欺きました。ソルランは、これ以上妹が罪を重ねるのを見ていられないと言い、王様に真実を話すと言って去ろうとしますが、ソルヒはミョンノンの話を持ち出します。カリムでソルランが義王女として捕まった時、太子様が王様に土下座して助けを求めたことを教えます。もし兄弟だと知ったら太子様がどれほど傷つくかを考え、ソルランは思い悩みます。王様のもとへ朝の挨拶に集まる王妃、ミョンノン、スベクヒャン。楽しいお茶のひとときを終え、仕事にかかる王様を手伝うと申し出るミョンノン。しかし、罪をする者がいればいいと、ミョンノンには自分の仕事をするように言います。そこでソルランが罪をすると申し出ます。スベクヒャンも自分がやると言い出しますが、王妃とミョンノンに次の機会にと促され、今回はソルランが罪をすることになります。ソルランは王様に真実を告げる機会を伺いますが、ミョンノンを傷つけるというソルヒの言葉を思い出し、言い出せないままです。トリムからキムへ行くよう依頼されるソルラン。例のスニムンの心をつかむ者を送り込むという作戦に、敵役はソルランしかいないとトリムも思っています。しかし、今、ペクチェを離れるわけにはいかないソルランは、その申し出を断ります。太子様の部屋へお茶を運ぶソルラン。太子様は自分が描いた二人の絵を見せながら、男は99歳で女は96歳だと言います。
24歳の男と21歳の女が契りを交わして夫婦となり、長い月日を共に過ごし仲良く共白髪になったのだと。プロポーズとも取れるその言葉にソルランはミョンノンに抱きつき、歌を歌ってもいいかと言います。切ない涙を流しながら歌うソルラン。ミョンノンの部屋を訪ねてきた王様がその歌を聴き、神妙な顔をしています。このエピソードは愛と野望が交錯する宮廷ドラマの魅力が詰まった話ですね。帝王の娘スベクヒャン第51話のあらすじは以下の通りです。ソルランは切ない涙を流しながら歌を歌います。そこへ王様が現れ、キムンで育った彼女がなぜペクチェの歌を知っているのか尋ねます。ソルランは母がよく歌っていたと答えようとしますが、思いとどまり王女様が歌っているのを聞いたと答えます。王様は納得します。王様にハンスの重要性を尋ねるソルランに、王様はペクチェがハンスのほとりに建国されたこと、そしてキムンを手に入れれば民の豊かさと強さを得られると教えます。スベクヒャンは王妃に、王宮の外では民が飢え苦しんでいるという噂を聞き、高価な宝飾品を差し出して民を救いたいと申し出ます。王女の善意に賛同した王妃や高官夫人、女官たちも寄付を始め、それらで民に粥を施します。王様に褒められるスベクヒャン。ソルランはソルヒに土下座して許しを乞いますが、ソルヒは耳を貸しません。ソルランはソルヒに改心してほしくて必死に諭しますが、ソルヒは逆にソルランを脅し始めます。ソルランは胸を叩き泣き崩れ、ある決意を固めます。キムンへ行くという選択をトリムに伝えます。以上が第51話の詳しいあらすじです。登場人物たちの複雑な感情や動きが見どころのエピソードとなっています。帝王の娘スベクヒャン第52話のあらすじは以下の通りです。ミョンノンはソルランが密偵としてキムンへ行くことを決めた理由を理解しようとします。彼女が必死で探していた妹が亡くなったことがソルランにとって大きな悲しみだったと悟ります。ミョンノンは任務が終わったらペクチェに戻ることを約束しますが、ソルランはもう戻るつもりがないことを示唆します。王様はミョンノンを呼び、二人が望むなら一緒にさせるつもりだと伝えますが、ミョンノンは自分の独りよがりだったと反省します。ソルランはトリムからスニムンの心をつかむよう指示されますが、彼女は信頼する聖徳様が伝説のトリムだとは知りません。ソルランはキムンへ向かう準備を整え、旅立つ前にソルヒに会い、永遠に嘘を突き通すことはできないと告げます。ナウンはスベクヒャンが外出したことをトリムたちに報告し、スベクヒャンが尾行を命じた相手がソルランだったことは隠し、男だったと偽りの報告をします。ナウンはソルヒに自分の考えを語り、スベクヒャンが尾行を命じたソルランはスベクヒャンの姉であり、彼女こそが本当の王女ではないかと指摘します。この情報を多言しない代わりに大金を要求するナウンの態度はますます横柄になります。以上が第52話の詳しいあらすじです。登場人物たちの心理的な動きや対立が見どころのエピソードとなっています。帝王の娘スベクヒャン第53話のあらすじは以下の通りです。ソルランは新しい神殿の助官として可否と名乗ります。21歳と自己紹介し、王様の関心を引きますが、他の女官からは意地悪を受けます。スニムンは頭痛を訴え、蚊を炊くなと命じ、眠る際には女官たちに面白い話を要求します。ソルランが故郷の話をすると、スニムンは興味深く聞き入り、やがて眠りにつきます。一方、ナウンの横柄な態度は日に日にひどくなり、スベクヒャンは恐怖に震えます。ある夜、ソルヒはナウンの侮辱に耐えかね、彼女を殺害してしまいます。この事態に沈黙王は驚きますが、ナウンが王室の金を盗んで逃げたことにしようと提案します。スニムンは常に怒りっぽく、ある日怒りすぎて発作を起こします。ソルランは自らの指先を傷つけ、その血をスニムンの口に含ませます。これにより発作は収まり、イカンはソルランの行動がスニムンを救ったと言います。沈黙王はスベクヒャンと結婚し、王になることを望む四達卒にスベクヒャンを助けてほしいと頼みます。
ヨン・タツソツはエチャピョンを黙らせる方法があるといい、エチャピョンに対する王様の信頼を揺るがす計画を立てます。以上が第53話の詳しいあらすじです。登場人物たちの心理的な動きや対立が見どころのエピソードとなっています。帝王の娘スベクヒャン第54話のあらすじは以下の通りです。クチョンは沈無校に王宮見物をさせてもらい、無邪気な子供のように喜びますが、その真意ハムリョン王暗殺のための下見でした。歴代の王を祀る部屋でユンの肖像画を見つめ、悲しみと憎しみに満ちた表情を見せます。クチョンはユンに家族を襲わせたと誤解しており、ペクカニトンソン王を殺させたのはユンだと考えています。一方、キムンではソルランがスニムンとの距離を縮めていきます。スニムンはソルランを見て亡くなった妹ヤンアを思い出し、ソルランはヤンアが王を操れたこと、歌と舞が得意だったことを知ります。しかしヤンアは首を吊って亡くなったという悲しい過去がありました。トリムとミョンノンはソルランがスニムンの発作を鎮めるために自分の血を飲ませたことを知り、ミョンノンは怒りを爆発させます。王様にキムンを見に行くよう言われていたミョンノンは予定を早めることにします。クチョンは汚物を運ぶ荷物に紛れて王宮に潜入し、ムリョン王が将校に来るのを待ちます。しかし剣を手に王に近づいた瞬間、死んだと思っていた娘ソルヒが王女としてムリョン王の傍らにいるのを目にし驚愕します。クチョンはムリョン王暗殺を断念し、ソルヒに父が生きていることを知らせるかどうか葛藤します。以上が第54話の詳しいあらすじです。登場人物たちの心理的な動きや対立が見どころのエピソードとなっています。帝王の娘スベクヒャン第55話のあらすじは以下の通りです。クチョンはムリョン王の傍らにいる王女が自分の娘ソルヒであることに混乱します。死んだと思っていた娘が生きていて王女としてそこにいることが信じられないのです。スベクヒャンはナウンのことで自分を守ってくれた沈無校に感謝を伝えたいと言います。沈無校は王女の心をいただきたいと言い、スベクヒャンを抱きしめます。ソルランはスニムンが妹ヤンアの死後暴挙がひどくなったことを知ります。ある夜、言葉遊びをしながらスニムンの心をつかむことに成功します。そして洗濯物干し場を通るようスニムンに仕組んでもらい、華麗な舞を舞います。スニムンはソルランの舞に見とれ、冷たい手を握ります。突然キムンにやってきたミョンノンはスニムンに挑発され、冬景色を見に来ただけだと言います。ソルランを土産に欲しいと言い出しますが、ソルランは私は王様のお世話をする女官です、いくらペクチェの大使様でも従えませんと拒否します。スニムンはソルランへの信頼が増します。トルデの妻は夜の街を歩いている時にクチョンと一緒に暮らしていた愛らしい男の子に出会います。その子は大事にしてもらっていない様子です。クチョンは王女の部屋へ入り込み、眠る我が子ソルヒを見つめて涙を流します。ソルヒが目を覚まし、父の姿を見て驚きます。互いの無事を確認し、涙を流して抱き合います。クチョンは身振りで母と姉の消息を尋ねます。以上が第55話の詳しいあらすじです。登場人物たちの心理的な動きや対立が見どころのエピソードとなっています。帝王の娘スベクヒャン第56話のあらすじは以下の通りです。このエピソードではスニムンがソルランと言葉遊びを楽しんだ後、彼女が勝利し女官たちに優しくするよう願い出ます。しかしスニムンは怒り、ソルランを部屋から追い出し罰を与えます。ソルランは屈しない態度を見せ、スニムンに自分をヤンアだと思ってほしいと願います。ヤンアを尊敬していたスニムンはソルランの願いを聞き入れることを約束します。その後ソルランはスニムンに両親の仇を討つよう頼みます。スニムンは盗賊に襲われた村を訪れ、悲惨な状況を目の当たりにした後、ペクチェのムリョン王に和平を求める親書を送ります。ソルランはスニムンに信じられるかどうかの大きな賭けに出ますが、最終的にスニムンは彼女の言葉に涙し、民の父としての責任を感じ始めます。
一方、ソルヒは父に母とソルランが亡くなったと嘘をつきます。実際にはソルランは死ぬ前にソルヒにスベクヒャンとなるよう頼んでいました。クチョンは自分たち家族を殺したのが無良王だと信じており、ソルヒが王女として生きることを許せませんが、ソルヒは父の手を拒み王女として生きることを望みます。このエピソードは登場人物たちの複雑な感情や政治的な策略が絡み合う濃密なドラマを展開しています。ソルランとスニムンの関係の変化、そしてソルヒの選択が今後の物語にどのような影響を与えるのか、引き続き注目が集まります。帝王の娘スベクヒャン第57話のあらすじは以下の通りです。無良王はスニムンの変書に大満足し、ミョンノンが大きな手柄を立てたことに沈黙王とヨンタツソツは危機感を覚えます。ウルミル将軍は指示に従わないクチョンをスベクヒャンに差し出そうと企みます。一方、ソルヒはペクチェを去ることを決め、沈黙王に別れの挨拶をします。沈黙王は友情の証として自分の腕輪をクチョンに渡します。ソルランはキムンでの仕事が成功しペクチェに戻ることになりますが、すぐには戻らず故郷の村を訪ねます。そこでスニムンにやっと恨みが晴らせると両親に報告したいので数日休みが欲しいと願い出ます。ヨン・タツソツはスベクヒャンに、ミョンノンが王になったらスベクヒャンは邪魔者扱いされるかもしれないと警告します。スベクヒャンは沈黙王を王にして自分を王妃にするためにミョンノンに手柄を立てさせないよう企みます。このエピソードは登場人物たちの複雑な感情や政治的な策略が絡み合う濃密なドラマを展開しており、今後の物語に大きな影響を与えることが予想されます。帝王の娘スベクヒャン第58話のあらすじは以下の通りです。故郷の村でソルランは思いがけず生きていた父と再会します。感動の再会を果たすものの、スニムンの追手が現れソルランは捕らえられてしまいます。一方、スニムンは百の狐が国を買うという落書きを見てキムンとの合意を急変させます。疑り深いスニムンはソルランが故郷へ行った可否を連れ戻すよう指示を出します。スニムンはソルランに激怒し、彼女を妹のように思っていたにもかかわらず裏切られたと感じています。しかしソルランは自分の正直さを訴え、キムンを救うために来たことを強調します。その言葉に心を動かされたスニムンは合意書に印を押すことを決めます。そしてソルランを大使と共にペクチェへ戻るよう促します。ミョンノンはキムンがペクチェと手を組まなければ国領や他国から侵略されると主張します。スニムンは当初は笑い飛ばしますが、ミョンノンの誠実さに感服し、最終的には合意書に印を押すことを決めます。ソルランは父との再会を喜びながらもミョンノンと共にペクチェへ戻る道を選びます。ソルランの選択やスニムンの心変わりが今後の展開にどのような影響を与えるのか、引き続き注目が集まります。帝王の娘スベクヒャン第59話のあらすじは以下の通りです。クチョンとソルラン、そして男の子たちはクチョンの家に戻ります。クチョンは母を殺した男のそばにいるソルヒを連れ戻したいと願いますが、ソルランは母を殺したのは王ではないと主張します。ある日、無良王が仮に出かけるという噂を聞きつけたクチョンは森で王と対峙します。護衛なしで一人でいた王はクチョンと1対1の戦いになりますが、激しい戦いの末王は刀を落とします。クチョンは王にひざまずき手紙を差し出します。王はその手紙を受け取りますが、ミョンノンと護衛が現れクチョンは逃走します。王宮では王妃とスベクヒャンが心配する中、王は手紙を読み驚愕します。手紙には王女がチェファの娘であるが王の娘ではないと書かれており、命だけは助けて王宮から追放するよう乞う内容が記されていました。しかし手紙は雪で文字がにじんでしまい、本当の娘が誰なのかは読めません。スベクヒャンは王の顔を怖い顔で凝視され不安になります。クチョンはウルミルの手下から使命を遂行すれば自由にしてやると言われます。
ソルランは国領と手を切り、堂々と王女になるためにも父は約束の場所に出かけますが、それがソルヒとチンムコウが仕掛けた罠でした。チンムコウが放った手下たちと戦いながら、クチョンは自分の家族を襲ったのがチンムコウであることを知ります。このエピソードでは登場人物たちの複雑な感情や政治的な策略が絡み合い、物語に深みを加えています。クチョンの発見やスベクヒャンの不安が今後の展開にどのような影響を与えるのか、引き続き注目が集まります。帝王の娘スベクヒャン第60話のあらすじは以下の通りです。ソルランは父の亡骸をとぶらった後、男の子と共にトルデの家に向かいます。そこで彼女はスニムンに密偵のことがバレたことや、大使の手柄を邪魔する者がいるかもしれないというトルデとマングの会話を耳にします。一方スベクヒャンは王様が自分を見る目が変わったことに気づき、何があっても守ってくださいますかと確認します。ソルランはある決意を持って王宮へ戻り、王族の事件を調査するチョンビサへの就任を申し出ます。ムリョン王はキムンでの手柄を認め、彼女の申し出を許可します。ソルランは王妃に病気療養からの帰還を報告し、スベクヒャンはソルランの行動に驚き不満を抱きます。ソルランはスベクヒャンの母を殺した者を探すことを最初にやりたいと申し出ます。王妃はミョンノンに相談するようソルランに助言します。ミョンノンはソルランに父が資格の手がかりとして残した数珠の持ち主がチンムであることを明かします。ソルランはこの情報に困惑しながらも真実を探る決意を固めます。一方ムリョン王は自分に手紙を渡した男がチェファの夫であるクチョンだったと知り衝撃を受けます。王は手紙の信憑性を確かめるために人相書きを作成し、エチャピョンに見せます。エチャピョンは書かれた男がクチョンであることを確認し、王に報告します。これにより王女を育てた養父がクチョンであることが明らかになります。このエピソードではソルランの決意と行動、王宮内の緊張感が高まり、物語はさらに複雑な展開を見せています。登場人物たちの選択が今後のストーリーにどのような影響を与えるのか、引き続き注目が集まります。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。